間もなくお越しになられる。いい階段になるよう祈っているぞ。イシュガルドの特使、神殿騎士団総長のアイメリクという。アルフィノ殿、こたびは会談の要求に応じていただき感謝する。こちらこそ感謝いたします、アイメリク教。イシュガルドとの会談は私が長年夢見たもの。この会談が双方にとって実りあるものとなるよう期待しています。君が噂の冒険者か。なるほど、英傑の目をしている。そうは思わないか。イシュガルドでも君の冒険談を伝え聞くのでね、どうしても会ってみたくなったのだ。私事で恐縮だったのだが、この会談の場を利用し同行していただいた。さあ席にかけてくれたまえ。ですから眼前に迫るガレマール帝国の脅威に対抗するには、エオルゼアを一つにしなければならないのです。脅威は帝国だけではない、万族や万神の存在もありましょう。そのためにもエオルゼア都市軍事同盟に再加盟していただき、真のエオルゼアへの道を。アルフィノ殿、先に述べたようにイシュガルドとしては同盟軍への再加盟が対万神での戦力供出を行うことはできない。なぜなのです？万族、万神、確かにエクサル族はクルザスに進出しているが、彼らの敵手は主にグリダニアを向いている。国営の森の主権を争っているのであれば、それを領土とするグリダニアが対応するのが筋というもの。我々は旧敵ドラゴン族との長きにわたる戦いで精一杯だ。他に戦力を回すゆとりはない。帝国軍に関して言えば危惧はしている。彼らが大陸統一を掲げている以上、いずれ侵略の手を伸ばすであろうことは明白だ。ではだが、帝国軍の動向は少なくとも現状は沈静化している。エオルゼアにとどまる第14軍団の残存兵力にしても、その多くが属州からの徴収兵であり戦意は低い。むやみに刺激する必要はないというのが教皇庁の意向だ。それではこれまでと何ら変わりがないではありませんか。私個人の意見で言えば、君の主張に賛同するよ。アイメリク教、私はこの会談にイシュガルドの特使として出席している。教皇庁の意思を無視し独断で手を握ることなどできない。だが私個人で判断できることもある。フォルタン家が主体となって動いていたレヴナンツトール開拓団への物資の支援、これについては今後も協力を続けよう。本当ですか、アイメリク総長。
ああ、ただし条件がある。ドラゴン族の始祖とされる源流ミドガルゾール、その源流が復活するのではないかという噂が強行庁の内部で囁かれている。ここ最近のドラゴン族の奇妙な動きや、アドネール先生代が観測した流星の輝き、いずれも源流復活の兆候だと言われている。人類化の源流がですか？あくまで噂に過ぎない。源流ミドガルゾールムは15年前の銀類湖上空戦で帝国軍の飛空戦艦と相打ちして死した。だがドラゴン族が活発化しているのも事実。万一に備え、レヴェナンツ・トールに異を構える開拓団に木薬の塔を監視してもらいたいのだ。つまり銀類湖の木薬の塔に残る源流ミドガルズ・オルムの死骸の監視を条件に、レブナンツ・トール開拓団への支援は続けてくださると。協力を頼めるだろうか。わかりました。異変があった際には伝えましょう。同盟再加盟の決断をこの場で聞けなかったのは残念ですが、アイメリク教の立場も理解できます。長らく門を閉ざしていた帰国とこの会談の場を持てたこと、今日のところは真のエオルゼアへの第一歩として受け入れるとしましょう。アルフィノ殿、心遣いに感謝する。キレンの志については必ずや教皇陛下に伝えると約束しよう。何事だ？報告！巡回中の兵から本国からの追加物資がまたもや襲われたとの報告が。なお氷の巫女率いる異端者勢力の仕業と思われます。バカな、今回は輸送経路も変え神殿騎士団の護衛もついていたのだぞ。